皆さんこんにちは、フォーチュンカウンセラーのサラです。今回もカムアンタロットでリーディングしていきたいと思っています。悩みや不安を抱えていたり迷っている時など、少しでもお役に立てたらいいなと思っています。皆さんと一緒に何か迷いのこと、悩みのことなんかを解決できたらいいなと思っていますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお願いいたします。私が使うタロットはカムアンタロットです。カムアンタロットの詳細に関しては概要欄に URL が貼り付けてありますので、そちらの方からご覧ください。今日使うオラクルカードがアークエンジェル・ミカエルのカードです。そしてタロットカード、カムアンタロットカードですね。で、今日のテーマは相手にとってのあなたの存在っていうことをテーマで占っていきます。ではここに上が紫と下が赤で、黄色、藍色とブルーかな。この3色のボトルの中から直感でどれか選んでくださいね。で、私はオラクルカードを引いてそのボトルに合わせて置いていきます。皆さん、直感で選べましたか？では、この青のボトルから見ていきますね。で、黄色と赤は後にしますので置いときますね。はい、青のボトルを選んだ方のオラクルカードはこちらです。青のボトルを選んだ方のオラクルカードのメッセージは、自分を大切にする。大天使ミカエルはあなたに感情および体の繊細さを尊重するように伝えています。あなたは無理をしてしまうばかりか、しばしば自分の欠点を厳しく責めてきました。このカードにはあなたが常にベストを尽くしていることを思い出させる役目があります。ですから一息ついてペースを落とし、自分を大切にしましょう。なるほど、自分を大切にしましょうっていうのはすごく大事なことですよね。なんかみんなね、頑張ってるのに私は頑張ってないとかってね、思いがちなんですけど、やっぱりね、愛っていうかね、自分を一番大切に思ってあげることが大事なんですよね。では、タロットカード見ていきますね。今日はお相手にとってのあなたの存在はどうなんでしょうっていうことです。まあね、相手にとってあなたの存在って、付き合ってる人だったらね、まあ彼氏彼女だし、片思いの人だったら友達なのか、後々付き合っていくのか、どうなのかなって思ったりしますけど、うん、むっちゃくちゃいいね。これはなんかすごく、なんだろう、正しい、あなたは正しいよっていう感じ。うん、相手がまあ男性であっても女性であっても、とってもそのお互い正しくっていい方向に向かってて、うん、もし彼氏とか彼女とか恋人同士だったら、将来一緒に住むとかね、家庭を持つとか、そういう風なカードになってます。これはね、神の家、家庭とかね、うん、とてもいいです。で、もしその相手が片思いの人だとか、そういう人でも、この今日のこの3枚のカードは全部正位置なんで、白馬の王子様的なものとかね、うん、あなたの選択は正しいとかね、もうこのまんまじっとしててももう問題なくいい関係が築けるんじゃないかなって思います。で、基本的にね、もうこのブルーを選んだ方っていうのは冷静で優しいし愛情深い人が多いから、そして人のことを愛する人が多いから、オラクルカードにも出たように、もっと自分のことを評価してあげたらいいんじゃないかなって思うので、
本当にこの今日このきっかけに自分を大切にしていくと周りからも大切にされるっていうことがわかると思います。ということで青の方のリーディングは以上です。ご覧いただいてありがとうございます。黄色のボトルを選んだ方へのオラクルカードのメッセージはこちらです。すごいね。恋愛の天使があなたをサポートしています。このカードはあなたの恋愛に関する祈りが聞き届けられた印です。おお、ロマンスエンジェルと呼ばれる 天上の存在たちの特別なグループが存在し、愛情に関する問題を専門に扱っています。すごいね。この天使たちがあなたに素晴らしい恋愛へと導く直感的なガイダンスを授けるでしょう。またソウルメイトとのロマンスを実現するためにあなたはパートナーに求める質を身をもって表さなければなりません。はあ、そんなグループがあるんだ。まあでもね、この天使があなたの恋愛に関する祈りを聞き届けてくれたっていうことなんで、まあ今日のテーマ、相手にとってあなたの存在っていうのはもう半分叶ってるよね。ということで、タロット見ていきますね。黄色を選ぶ人っていうのはね、知性的なんですよ、とっても。だから頭のいい人かなって思うし、まあ、でもある意味ちょっとピーターパン症候群みたいなね、いつまでも子供のまんまでいたいなと思う人もいるので、まあまあいい面悪い面あるかなって思います。カードが多い。続くな。いいよね。黄色のボトルを選んだ方のカードはこうなってます。でまずね、みんなが何これって思うのはおそらくこのカード13番、反対向いてのね。でこのカードはみんなね、見た目に怖いなって思うかもしれないけど、これは何かっていうと変われない自分とかね、本当は変わっていったら問題ないんだけど、なかなか自分自身が変われない、なんかもしかしたらそれが過去のトラウマとかそういうのがあって変われないから、なんか前に進んでいけないのかなって思うところがあるかもしれないけど、まあ、この過去のカードがたくさん出てるっていうことはそれなりに苦労をしてきたのかなってやっぱり思うのね。で分かるけれども、そのトラウマとかその変われない自分っていうのをしっかりともう変わっていくっていうことで前に進んでいくと、本当にその恋愛成就、恋人のカードも出てるし、もう言ったらお相手とのね、とてもいい関係性っていうのが出てるの。だからこれはね、恋人のカード、まあ、こっちはもしかしたら新婚旅行まで行くみたいなね、そういうような結婚まで結びつくような関係性になっていくんじゃないかなっていうカード。あくまでもこれはそのお付き合いしている方かもしれないけど、もし片思いの方でも自分自身が変わっていけば、それは自分がその彼のこと、彼女のことを引き寄せていく可能性になると思うので、しっかりと自分の過去してきたことをトラウマに思うんじゃなくて、たくさん私は勉強してきたし経験してきたから、それを生かしていこうと思えばいいんじゃないかなと思います。あなたはだから、そのお相手にとってもあなたは学びになる存在になるので、そこをしっかりと自覚してもらいたいなと思います。黄色の方のリーディングは以上です。ご覧いただいてありがとうございます。はい、では次は、上が紫で下が赤のボトルを選んだ方への
メッセージです。オラクルカードはこちらです。上が紫で下が赤のボトルを選んだ方へのメッセージは、誓いを立てるです。あなたは状況を改善する方法を尋ねたので、このカードを引きました。大天使ミカエルは、望ましい結果を得るために全力を尽くすようアドバイスしています。ためらいがあるか、あるいは自分がそれに値するのかといった不安がある場合、最終的な結果は意に沿わないものになるかもしれませんけれども、誓いを立てることで人生に弾みがつくのです。なるほど、誓いを立てる必要がある。まあね、ちょっとポジティブなのかどうなのかわからないけれど、タロットでちょっと展開していきましょう。この、まあね、ちょっと今ね、色が赤になっちゃったけど、上が紫で下が赤のボトルを選んだ人っていうのは、ちょっとね、スピリチュアルにも興味あったり、あると現実的なでありながらスピリチュアルな人っていうようなイメージがあるんだけど、まあ、天使の言葉メッセージを受け取る能力が高いのかなと思うので、ね、オラクルカードの通り誓いを立ててみましょうということで見ていきますね。なるほど。悪くない、全然悪くない。相手にとってあなたの存在っていうのは、とっても癒しになるのかなって思う。楽な存在なのかなと思うのね。で、とっても力強いイメージもあるし、すごく冷静に周りを見渡すっていうか、そういうカード。これじっとね、動かないで周りを見てる、俯瞰するっていうかね、そういうカードが出てるし、まあ、力のカードも出てるし、まあ、今現在が一番このオラクルカードで誓いを立てるっていうのにふさわしいのかなと思うのが、この月のカードが反対向いてるのね。でここが結局今現在自分の中で不安とかそういうものがあるから、そこをしっかりと確立させていくといい結果に結びつくかなと思うのね。で、相手にとってもその不安に思ってること自体が相手を不安にさせてしまうので、自分自身がしっかりとした強い自分になっていくこと、もう思ったことは叶うんだっていうぐらいの強いものを持っていくことが、相手からも頼られるし、相手にとってもそのあなたの存在っていうのが大きくなっていくと思うので、そこをしっかりと、まあ、それが恋愛してても、それこそ本当片思いの人でも自分をアピールしていくっていうか、自分はもう元気よ、いつでも大丈夫よ、いつでもあなたのことを冷静に見てるわよっていうぐらいのね、気持ちで接していくといい結果になっていくかなって思います。まずとにかく自分をしっかりと信用を持つっていうのかな、ぶれない自分、ぶれない自分を持つことで、周りの人、相手の方はあなたのことをとても頼りにしていくんじゃないかなって思います。ということで、この赤紫のボトルを選んだ方のリーディングは以上です。ご覧いただいてありがとうございます。